どうもプロボーラーのスターです。今日はですねボール選択についてアドバイスさせていただきたいなと思うんですけども、まあ、今日のね動画を参考に今こういうボールを投げればいいんやなとかこういうボールを買えばいいんやなっていうね、まあ、一つの判断材料にしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。皆さんね、我々の動画を、まあ、たくさんね、まあ、見ていただいてこのボールがいいんやなっていうところで、ボールを買っていただいていると思うんですけども、いつねそういうボールを投げたらいいのかっていうのがねわからなくて、まあ、あのボールの選択自体を間違われる方も非常に、まあ、多く目立ちますので、一つのね、まあ、その選択の判断材料にしていただいたら結構ですし、まあ、購入するときに今こういうボールが欲しいなっていうね、まあ、判断材料にしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。そして、今日の動画を撮影するにあたって4つのボールをご用意させていただきました。まず一つがオイルにめちゃめちゃ強い、そして表面をサンディングしているパープルジェム、そしてドミネーションエース、これも結構オイルに強いんですね、そしてフォレストロック、これがね上から3番目、そして一番、オイルに弱いこのシャドーロックというこの4つのボールを投げながら、皆さんに、私だったら今このボールを投げます、こういう風に選択してますということをお話しさせていただきますので、まあ、皆さん真似じゃないですけども、参考にしていただけたらいいんじゃないかなという風に思います。それではねちょっと喋っててもなんですから、まあ、投げながらね解説していきたいなと思います。ぜひ参考にしてください。どうぞ。はい、それではね早速投げていきたいなと思うんですけども、まずはねもう早速キーポイントでございます。まずこの白いテープ、皆さん見えるでしょうか。レーン上に貼ってるんですけども、あれねフッキングポイントと呼ばれる場所で、ボールがねしっかり曲がってくるところになります。私はねもうスパットとか見ずにああいうフッキングポイントだけをイメージして、まあ、投げております。実際曲がってくるところですね、実際こうスパット通ったとしてもあそこに到達しなければまあなんていうんですか、ボールの軌道というかそういうのが分かんなくなってしまうんで、やっぱりね、ボールがしっかり曲がってくるところ、あそこが非常にキーになってくるので、しっかり皆さんもあそこを見てね投げていただけるようになったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ見て投げるっていうか、まあイメージなんですけどもね。で、今日は40フィートで、かなりレーンコンディションも遅くなっている状態なんですけども、その中でどういったボールを投げればいいのかっていうところですね。まずはね、こちらパープルジェムを投げていきたいなと思うんですけど、まあ、こういったボールだと、まあ、ザラザラですしオイルに強いのでね、実際あそこにボールがね到達しにくいような状態になってしまいます。どうでしょうか。ほらボールがね、はい、まあ行かせようと思ったら行かせられるんですけども、やっぱりねかなりこうしっかり投げないとボールがあの白いテープに、まあ、到達しなくなってしまうんですね。なのでこういう強いボール、ザラザラのボールであのフッキングポイントに入れようと思うと、どうしても立つ位置がねこんだけ左に打つって投げなきゃいけないような状態になっちゃうんですね。いきますよ。わかります。そうするとわかります。こういうねあんまり良きピンアクションが出ないあんだけこうストライクになる可能性はありますよ、あるんですけども、あんだけやっぱこう遠回りしてしまうとボールがねこう失速、まあ、してしまいがちになりますし、まあ、ポケットつけるのはつけるんですけども、やっぱねこんだけ中に入ってあそこまで出してポケット入れなきゃいけなくなるとポケットヒット率も下がってしまいますよね。なのでカバーストックを下げるというか、まあ、ザラザラじゃないボール、あこのね、パープルジェム自体をポリッシュしてもいいんですけども、まあ、せっかくボールがあるので、オイルへちょっと弱いボールを投げていきます。ということでドミネーションエース、こちらもねあのパールのボールで、こちらもねちょっと言葉遣いがあれか、オイルに強いパールになるんですけど、こういったボールでもやっぱボールとしてはあそこまで進みにくい状態になってしまいますね。やっぱ噛んじゃいますよね。噛んじゃうので、で行かせられますよ正直。まあ笹田クラスの技術があるそういう話じゃない、そういう話じゃないんですけども、無理やりやっぱ生かそうとするとやっぱどうしてもねあの失投とかそういったものが生まれてしまうので、まあ中に入ってねやっぱどうしてもオイルをこうやって使っていこうっていう話になってしまうんですね。中に入ればオイルがありますからね。そうするとやっぱりこうやって抜けてしまったりとか、今フッキングポイントまでできらなかったですよね。なのでまあこういう結果にねこうなってしまうんですよ。もちろん合わせられますよ。はい、じゃあちょっと今ボールが内にこぼれて中のオイルに触りすぎてポケット外してしまいましたんで、じゃあ次はねちゃんとポケットつきたいなと思うんですけど、やっぱこんだけね中から
やるとしんどいです、正直ね。はい、こんなんずっとねなかなか続けられないですし、ボールもそんなにやっぱこう元気じゃないですよね。わざわざこんな遠回りしたラインを投げる必要もないと状況によってはあるんですけど、はい、っていうことになります。ということでさらにこうカバーストックを下げます。次はフォレストロック、私のお気に入り、はい、ドミネーションオレスよりも、まあ、ある程度下になるんですね。でもう一個持ってるシャドーロックより、まあ、ちょっと強いっていう感じですね。はい、じゃあこのボールでフッキングポイントめがけて投げていきたいなと思うんですけども、はい、もうちょっとですよね。もうちょっとボールとしてはいってほしいね。でもかなりこうボールが楽に走り始めました。やっぱりこれがねカバーストックをこう下げていく時の下げていくことの重要さだと思うんですけど、今立ってたところよりも2枚ちょっと内側に入ったらもう多分どうでしょうか、はい、2枚入ったらまあストライクになりました。はい、なのでまあこの時点でね、まあいいのかも分かんないですけども、やっぱりもうちょっとねもうちょっと楽したいですよね楽したいって言ったらあれですけどじゃあ次はシャドーロック、もっと下げてもあんだけ外も返ってきますし、もっと外から投げたらもっと楽ですよね。なのでシャドーロックまで下げます。これ R2S パールといってストームの中で上から下から、まあ、現行発売されている中では、まあ、下から2番目だと思うんですけど、それぐらい、オイルに弱い走ってくれるカバーストックです。はい、どうでしょうか。わあ、ちょっと打ち気味でしたけども、やっぱりこうカバーストック自体が弱い、今ちょっと打ちやったな、でもカバーストック自体が弱くて走ってくれるので、ああいう打ちミスもあんなとこジェムとか投げたらもう全然こらえてくれない感じになってしまってたと思うんですけど、やはり簡単にこらえてくれますよね。はい、行きましょう。さあどうでしょう。まあストライクにはなりませんでしたけども、非常に楽なのが分かります。はい、フォレストロックほどちょっと外には出せれてないですけども、非常に簡単にこうポケットにつけるんですよ。フォレストロックでも立ち位置がだいたい 2,3 枚右に立って投げれてます。はい、じゃあストライク出しましょう。さあどうでしょう。おー、完璧。まあね、ストライクになったならんかっていうのは別の話として、まあ、これだけね自分が思い描いているフッキングポイントにこうスムーズにボールがこう行ってくれるとイメージもしやすいです。で、こういうねザラザラのボールでもあそこを走らせてポケットヒットさせることはできるんですけども、まあササラクラスの技術があればだからそういうこと自慢する回じゃない、はい、でもね結構頑張らないと。はい、どうでしょう。うわー、無理でした無理でしたね。ここでストライクをバシッと出せればかっこよかったんですけど、やっぱりねこれではどうしてもしんどいです。もっと活かせなあかん。もっとここで一発で合わせたらかっこいいのにな、プロボーラーとして。はい、じゃあもうちょっと活かせましょう。さあどうでしょう。あ、ストライクになりましたけどもしんどいね。こんなボーリング長く続けてるとやっぱりどっかでこうスプリットとか10フレームありますからね、なっちゃいます。なので、やはりねこのボール選択、カバーストックの選択っていうのはやっぱこう非常にこう大事なことになってくるんです。なので、皆さんにもまずはこの白いテープ、フッキングポイントっていうのをしっかり頭に入れていただいて、そこまでまずはボールが走らせられるのかっていうところをね、走ってくれるのかっていうところをまずはやっぱりこう考えていただきたいなと思います。じゃあオイルに強いボールいらないんじゃないかと思われるかもわからないですけど、そんなことないです。やっぱりねハウスコンディションでも外側に多少オイルが乗ってるセンターっていうのはやっぱございますし、そういった時にね端っこにボールを向けてこう投げたところで曲がらない時はやっぱあるんですよね。そういった時はオイルに強いこうザラザラのボールとか必要になってきますしね。
で、まあ、めちゃくちゃ難しいコンディションになってくると、もう相当オイルベーター乗ってて、もう全然曲がらんやんっていう時でも、やっぱザラザラのボールやったらこう反応してくれたりとか、オイルに強いボールやったら反応してくれたりとか、まあ、そういうのがやっぱりありますんでね。さあ今は行かないという話でしたけども、あの白いテープを狙ってるんですけども、やっぱり弱すぎるとこう通り過ぎるっていうこともやっぱありますからね。曲がらんとそのままチューッと、そういう状態になってしまうとやっぱり投げにくくなってしまうので、皆さんもね、ご自分のボールがどういうボール特性があるのかっていうのを、まあ理解していただいて、ボールのカバーストックの強さですね、どれぐらい走るのか走らないのかというところね、理解していただいて、そしてどういったボールが欲しいのか、強いボールがあったらもう弱いボールとかね、そうやって区別をつけていただけると、こういう時はこうだよみたいな選択が、まあ、できるようになってきますので、まあ、このボールがいいから買うとかっていうのももちろんありはありなんですけども、まあ、いいから使うとかではなくて、今こういう状況だからこう使うみたいな考え方でボールを選んでいただけたら非常に、まあ、嬉しいかなというふうに思いますし、アベレージアップにもつながると思いますんで、ぜひですね、参考にしていただいて、ボール選択そして購入につなげていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今回も良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。